朝顔かな。エラどう思う？エラそこ人んち。あ、エラちゃん後ろからも人来たよ。綺麗ね。はこっちに行きたいんだよね。来た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 。食べんの？あれ、花が将来通うであろうここです。何やら気になるものを見つけたそうです。まだクンクン来たエラと先に行きたい花。花がおそらく通うであろう小学校。おかげで休みましょう。なんだ車がここにあるんだろう。ねえ、あの人たちさ、あのさ、ぐるぐる回って丸い棒な、丸いさやつ投げるやつなんていうんだっけ、あの円盤投げ。練習するんじゃない。
はーい。それはね、細すぎるね。もっと強くてさ、太すぎず細すぎるやつ。ここにね、入れて押すやつを探してるんですよ。じゃあなしで行こうか。ごめんね、公園行けないの。またいろいろ落ち着いたら行こう。今は三輪車の時間です。いいよ。折り返しそうです。来た来た。え、どこ見て、ママちゃん、この子前から自転車の人が来たから端っこ行ったのね。空き時間があるとすぐやるんだよね。テテ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 。さっきあそこのワンちゃんとこんにちはしました。図鑑でしか見たことがなかったジャーマンシェパードにも会えました。このワンちゃんにめっちゃ吠えられたエラちゃんでした。でもエラちゃん吠えなかったね。いいよ。ちょっと坂道になってんだよね。
所じゃんね。ちょっと本当に尋常じゃない大きさよあれは。本当にエラが子犬に見えちゃうぐらいのすごい大きさよ。人の話聞いてなかった。あれ絶対めっちゃ大きいって。座布団みたいだね。